はい、皆さんどうも、てかちです。今回はですね、まあ、新キャラの、はい、こちら、火のアストリッドだと2種類いるんで、赤龍の後継者アストリッド、こちらのガチャですね、引いていきたいかなと思います。では、皆さん気づいているかどうかわからないんですけれども、本来だったら、まあ、ソウル召喚っていう風な書き方になってるんですけど、まあ、4周年記念ソウル召喚ということなんで、まあ、もうこのアストリッドが4周年記念のキャラであるっていうのがもう確定してますね。はい、ということでいつも通り、まあ、ステータスとかから確認していきたいかなと思うんですけれども、はい、まず、スラサ388ということなんで、まあ、早い部類ではあるかなと思います。で、攻撃力5万8000っていうのは結構高めですね。で、逆に HP 2万6000ということなんで、これはかなり低い数字です。はい、もう火のエルミナぐらい低いんじゃないかということで、もうまあ、火力キャラっていう感じのイメージでいいんじゃないかなと思います。で、アクティブスキル見ていきましょう。バーンスピリット、ブロックキャノン、バーンブレイズ、バーンフォーメーションということで、このアストリッドについてなんですけれども、まずですね、スピリットがやっぱちょっと重いっていうところが、まあ、パッと見の印象であるかなっていうところで、まあ、通常のこのバーンスピリットっていうスキルも、まあ、なんかでもあれか。スピリットゼロだけどあれか。味方のバニール燃焼状態のキャラの数だけ味方のスピリットを増加させる。いや、強えな。まあ、プラス4する可能性もあるっていうことですね。いや、強かったな、普通に。まあ、ただ、まあ、ブロックキャノン、バーンブレイズですね。どちらもスピリットマイナス2、マイナス3ということなんで、まあ、消費はかなり激しいキャラかなというふうに感じております。はい。で、まあ、ちょっと軽く説明しちゃったんですけど、バーンスピリットっていうのは、まあ、普通の攻撃になるんですけれども、まあ、スピリットの増加値がですね、まあ、バニール燃焼状態のキャラの数だけ増えるということで、バニール燃焼状態の数か。下手したら8スピリット増える可能性もあるってことなのか、これ。やばいな。まあ燃焼が広がってれば広がっているほど、まあ、スピリット補充ができるっていうスキルですね。まあ、非常に強力かなと思います。てかこれあれか。敵キッタに攻撃した後に、使用者が燃焼になってその後にスピリットが増えるんで、スピリット1以上は絶対増えるっていうことですね。はい。いや、強いスキルかなと思います。で、ブロックキャノンなんですけど、まあ、最近、まあ、なんか運営さん、なんかお気に入りなのか、TU1 ですね。はい。まあ、要はブロックバスターなんですけれども、まあ、上位互換かなと思います。まあ、TU1 で出てるっていうところなんでね。まあ、ただ、使用後 100TU 経過するまでは使えないということなんで、まあ、結局ブロバスみたいな感じにはなるんですけれども、まあ、ブロバス一発打った後に、まあ、バーンスピリットにつなげていくなり、バーンフォーメーションにつなげていくっていう使い方になるんじゃないかと思いますね。はい。で、あと、ブロバス打った後に、スキルの使用者と対象も燃焼にするということなんで、やっぱそうですね、ブロックキャノン打った後にバーンスピリット使うと、まあ、スピリットプラス2以上が増える。2以上は増えていくっていう感じですね。はい。で、お次はバーンブレイズということで、これはスピリットマイナス3も使います。かなり重たいスキルなんですけれども、敵2体に5倍ダメージで、ステルスカウンタースキン系の、効果を無視するということなんで、まあ、要はもう、あれですね、ステルス系の攻撃だと思ってもらっていいかなと思います。まあ、ただリベンジ系は無効にはできないっていうところだけ気をつけていただければなと思いますね。ちなみに使用者が燃焼状態で使用可能ということなんで、まあ、発動条件自体はめちゃくちゃ緩いですね。普通にバーンストライクみたいなもんなんで。まあ、ちょっとスピリットを高めに保つ必要があるよっていうだけであって、まあ、2体攻撃ですし、5倍ダメージ、いろいろな効果を無効にして、無効にすることができるっていうことなんで、まあ、かなり強いスキルかなと思います。で、まあ、さらにカウンターも無効にするんで、まあ、相派でカウンター持ち、まあ、水地とか、まあ、今だとランスロットとかですね、アイアンホープですけれども。まあ、そこに対しても、まあ、攻撃した後燃焼にして倒すことができるということなんで、もう、相派狩りもできますということで。かなり強い、キャラかなと思います。もう、ここだけでもですけどね。
でさらにもう一個バーンフォーメーションというスキル持っております。眠り状態でない味方全員を状態変化燃焼にすると、対象の他の状態変化を上書きされ、対象がすでに燃焼状態だった場合、スキルの TU を 20% 減少させ、次のターンの攻撃力を 50% 上昇させるということで、元のヒナストリッドが持ってるワイルドバーンですね、あれの上位互換スキルだと思ってもらっていいかなと思います。まあ、多分スピリットがプラス1で使える時点で上位互換ですかね。まあ、あとは、ワイルドバーンに関しては、燃焼状態の味方に対して、これらの、後ろの効果が発動するスキルなんですけど、まあ別に燃焼状態のキャラいなくても味方全員を燃焼にするっていう使い方だけでもできるっていうスキルになってるということで、もう燃焼めちゃくちゃ強化きましたね、これは。はい。もうこのアストリッドマジで強いキャラだと思います。でパッシブスキル見ていきたいと思うんですけど、もうパッシブスキルもパッシブスキルもこれ2種類じゃないんですよね。もう効果モリモリすぎて実質 5,6 種類のパッシブスキル持ってるようなもんなんで、まあ見ていきたいかなと思うんですけど、まずカイザーフレームですね。このキャラは自分か燃焼状態の味方にターンが回るたびに自分の HP を最大値の 30% 回復させると、まあリジェネですね、要はリジェネの上位互換みたいな感じですね。でさらにもう一個効果があります。バトル開始時にこのキャラが場にいる場合、バーンストライクもしくはバーンスト向けのアクティブスキルを持つ自分以外の味方全員で状態変化燃焼にし、ワンタイムアンチスタンを付与するということで、まあ最近のまあスタン環境をちょっと止めに来たっていう感じしますよね。はい。まあ非常に強いかなと思います。まあ、要は、カイザーフレームで2種類のパッシブスキル持ってるようなもんですからね。で、さらにドラゴンハートです。このキャラはスタンされない。はい、まずパッシブスキル1個目。パッシブスキル1個目からの、このキャラが燃焼状態の時にこのキャラが敵の攻撃できるダメージは 50% 減少すると。もう2個目ですね、これだけで。で、さらにもう1個。このキャラが燃焼状態で敵の攻撃もしくは状態変化のダメージによって HP が0になった時、HP1残して生き残るということなんで、バーニングハートも持ってます。まあ今このドラゴンハートだけで3種類のパッシブスキルを持ってるということなんですよね。はい。いやもうめちゃくちゃ強いです。いやもうこれが弱いわけがないっていうところですよね。でまあやっぱりその、まあ燃焼キャラということなんでヘイトは高いと思います。火のエルミナーみたいな感じの立ち回りになるんじゃないかと思うんですけど、まあそう、こと比較してもまあ、強いかなと思いますね。っていうのはやっぱりドラゴン、カイザーフレームで、まあ、リジェネなんで、まあ、回復も結構自由に効きますし、アストリッドが使うスキルは基本的に自分自身を燃焼状態にするスキルばっかりなので、まあ、まあ大暴れするんじゃないかなと思いますね。はい。先発燃焼っていう形がちょっと増えてくるんじゃないかっていうところですよね。まあ、なんでハロウィン未来とかフレイヤー、あとはまあヒナストリッドとか、まあ、その辺のキャラめちゃくちゃ相性いいですからね。まあ、特にフレイヤーなんかはまあ、リバイバサシンからのフェニックスバーン、そこをうまくつなげられるかっていうのが結構、まあ、肝になるキャラかなと思うんですけど、まあ、ちょっとこのアストリッド自体がスピリットの消費激しいっていうのは気になる点ではあるんですけど、クイックですね。はい。クイックがフレイヤーにつくっていうのは、まあ、かなり強力になるかなと思います。まあ、それだけで強い。普通にそれだけで強いんじゃないかと思うところですよね。で、火のエルミナに関しても、やっぱりそのバーンアンガーヒールですね。そこで、まあ、いかにして自身の燃焼状態をキープするかっていうところにつながってくるんですけど、燃焼状態をキープするっていうよりかは、まあ、攻撃系のスキル打った後かな。攻撃系のスキル打った後に相手からの攻撃食らって、まあ、バーニングハート発動して、まあ、ちょっと無防備な状態になるっていうのが怖いところなんですけど、まあ、そこがクイックつくと 80TU で、まあ、バーンストライクとか打てたりとかするんで、もう本当に燃焼キャラとクイックってっていうのが相性良すぎるっていうところなんですけど、アストリッドに関してはもうそこを入れやすいっていうことでバーンフォーメーションですね。てかもうこのバーンフォーメーションに関しても2連発で使えばみんなアンガーとクイックつくからね。もうその時点でぶっ壊れな気がするけどね。はい。まあそんなところで、ね、さらにパッシブスキルもこんなモリモリでしょ。てか何よりも大きいのがこのカイザーフレームのこの2個目の効果ですよね。まあ、特にハロウィン未来なんかは、多分ね、
相手に雷ジャンヌとかいると、まあ、スタンの対象になるかなと思うんですけど、そこを防いだりとかもできるというところで。で、素早さに関しても388って速いのは嬉しいところですよね。まあ、ブロックキャノンを最初に使ったとしても、バーンフォーメーションを入れれば、まあ、ハロウィン未来に関しても最初からアンガー付きで火力出すことができるというところで。いや、これマジで強いキャラだ、来たかなっていうところで。まあ、燃焼が育ってない人はちょっと、まあ、なんだろうな。燃焼がちょっと、まあ、そうですね、持ってない人だったりとか育ってない人だったりすると完全に生かしきれるキャラではないかもしれないんですけど、もう単純に火のエルミナみたいな感じで単体でも活躍してくれるような気はしますね。まあ、ただちょっと気をつけたいのは、やっぱりバーンフォーメーションが味方全体を燃焼にするスキルなんで、相刃持ちとの相性は良くないというところなんで、まあそうですね、自分がよく組む形だと、まあ水着カレンとかヤミレナとか、まあその辺のキャラっていうのは、まあ燃焼が苦にならないキャラなんで、まあそういうキャラたちと組み合わせていくと、まあ普通にクイックつくっていうのがもう強いんでね、もうこのゲームに関しては。もう本当におすすめのキャラっていうところでございます。で、まあ最後ですけど、武器については、そのままの状態で剣貫突するとメイス持たせられますよということで、まあ最初から剣装備できるんでね、まあ初心者の方にもおすすめのキャラになってくるかなとは思います。はい、まあということで、まあこれだけいろいろな、効果もりもりのキャラということなんで、もちろんガチャは引いていきたいかなと思います。武器は、新しい武器はないですね。はい、まあということで、まあ今回まあ厳選で大当たりしたんで、まあ、ツイッター見てくれた方は知ってるかなと思うんですけど、厳選で、過去一の大当たりを引いたんで、まあ、石はかなり余裕があるということなので、今回はもう貫突狙って引いていきたいかなと思います。はい、それではガチャの方ですね、行っていきましょう。おてか最近ガチャ運結構いいんだよな。ミボネ動画外ですけど、あれ200連ぐらいで貫突したんで、結構最近のガチャ運いいんで、まあ、ここもなんとかうまくいってくれたらいいですねというところで。てかこの前の動画ミボーネ一発で出したのか。でもそれは違うそれは違う人。いやマジかよ、きちいダメージきちい。ピック確定からのすり抜けはマジでダメージでかい。いやーもうさ、それならさピック確定になんないと欲しかったわ。マジでダメージでかいんだよそれ。はいやべえな、止まっちゃったな。ま、今回は500連ぐらいまでだったら、ま、厳選分見越して引けるんで、ガンガン引いていきましょう。やばいね、なんか何にも来ないの、ちょっとやっぱ火花とかは来てほしいよね。あ、でも王龍火花来てほしいな。まあ武器は別にいらないんであれですけど、来たね、よしよしよし。まあ100連のうちに1体引いていく感じでお願いします。まあでも500以内に出せればね、とりあえずは。ああ、バダックじゃん。いや、最初のイムランちょっといらなすぎたな。あれはひどいよ。今結構心にダメージ負ったんで、あれで。絶対来たと思ったもん、もう。まあいいや、ピック確定です。そろそろ1体欲しいかな。はい。あ、フォロエさん。いや待った、フォロエ来たってことはこれかなりチャンス回なんですけれども、来ない、来ねえ。はい、これで100連目ですね。あ、でもめっちゃ火花くるようになったじゃん。あー、それはいらない。武器確定は別にどうでもいいから、100引いて出ないか、とりあえず。いや、火花来てくれるようになったけど違うんだよな。
火花の先が欲しいんだけどね。よし。やばい、沼るんじゃない今回。さすがに800引いて貫突できないってことないよな。いや、あるんだよなこのゲームは。本当にめっちゃ火花くる。よし、そろそろ1体頼むよ。本当にそろそろ1体引かないとちょっときつい。よし、来た。いや、一番最初にこれを待ってたんだけどね。もう俺じゃないんだよ待ってんのは。アストリッド・フォン・ドラクロア、そなたを石油騎士団団長に任命すると。なんかシンプルだね。よし、なんとか1体目個体確保です。150超えてんな。160ぐらいで母体か。きついね。今回厳選多分重ならないっすよ。今引いてから確認したけど、厳選多分重ならないんで、ここで引いちゃった方がいいよね、やっぱり。あ、てかこれ多分200連目だな。でね、あ、210連目だったか、今のが。全然、でも SR が結構来てる気はする。まあそれは全然ありなんだけど。まあ今もう育成素材ないんで、多分レベル200にはできないんですよね、すぐには。まあ解放率とかも気にしていくと全然あれなんですけど、まだまだなんですけど。やべえ、ちょっとひどいな本当に。うんともすんとも言わないじゃん、突然。これで多分300連目です。300で1体か。300で2体ならまだ、全然可能性はあるんで、お願いします。301体ちょっとね、心折れそうになる。本当に。いやー、バダックじゃん。いや、まだチャンスは、まだチャンスはある。ない、なさそう。なさそう。バダック。そういうことじゃねえ。そのチャンスはいらねえ。はい。いや、まあでも、引いていきますよ。さすがに500ぐらい、500で、500円で止めようかな。よし。まだ1体だもんね。ちょっとまずいよ本当に。いやー、バダックだと思った。怖え怖え。いやー、バダック来るか。出ないな今回。なんかあれですよね、火花来るときはめっちゃ火花来るけど、火花来ないとき全然来ないですよね。おー、エルハルトとかなんかすっげー久々に見た気がする。よしよし、2体目。長えな、長いな。
なんかすごい長く感じる。あと3体も引くの？きついよ。まあ500あるんでね。いやでも200連のうちにさすがに引き切りたいよ。厳選分はちょっと取っておきたい。いやまあでも今火花期間なんで終わったかな。火花タイム終わったかな。うわ今ザッハルブいた。やべザッハルブいたぞ今。めっちゃ武器出んじゃんさっきから。よしさお願いします。3体目。よし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 。頼む。わーびっくりした。マジだ。おーっしゃ3体目早かったね。3体目が多分50連ぐらいで出たからこれ大きいね。巻き返したんじゃないの。巻き返せてはないな。380ぐらいで3体目ですね。あと2体ここでさらに引いたら巻き返した。さあ頼みます。頼む。きたーマジか。よしあーもう最初どうなるかと思ったけどいやー巻き返したね。4体目でかいわー。この連チャンマジででかいわ。あと1体、まあ、100連のうちに1体出せばいいんだよね。390で4体か。完全に巻き返したね。あこれ3連チャン来る。3連チャン来たら最高だよもうこれ。あ終わった。最悪。最悪ってか最初のイムランなければ終わってたじゃんもう。いやマジイムランだわ本当に。あいつどうしようもねえな。まあ憎めねえんだけどなやっぱり。憎めないやつなんだよイムランは。ザカルブは許さん。よし、まあここで決めていきましょう。もうお早い。なんやかんやめっちゃ早い。何連だ。500いってないっすね結局。よっしゃフォロエさんも。いやもう今回フォロエさんのおかげっすよ本当に。よし。いやーちょっとそれ違うんだよな。ざけんなよもう。いやだからこれ10連でね引くのはこれが起きるんで、まあ、気をつけましょう皆さん。最後の一手は単発で狙ってもいいかもしれないです。まあ、ただ自分はこれ動画のテンポとかあるんで、まあ、やっぱ10連で引いちゃいますけど、まあ、こういうことがあります。はい、まあ、ということで結局、410ですね。410連で結局6体取っちゃいましたね。いやいやこのさすあまあどいいよもうすり抜けなかったらなとかさ、最後2枚抜きのやつをどっかで持っていけばさとかっていうふうにいろいろ考えちゃいますけども、結局400ちょっとで引けてるんで全然 OK です。はい、いやもう最初どうなるかと思います。300連で1体だったのに400連で4体5体引いたのか。400連じゃねえと100連300連で1体だったから、そうだよね、最後の100連で5体引いたってことだもんね。やば、逆にしてくれよ本当に。マジで逆にしてくれよ。はい、ということで、まあ、ガチャとしては大勝利なんですけれども、まあなんか何とも言えない雰囲気で終わっちゃいましたね。はい、まあということで、まあ一応ちょっと育成が大変なんで、使用感とかは難しいかもしれないですけど、多分まあサポートなんだろう、まあ、ハロウィン未来とか、さっきも言ったんですけど、フレイヤとかのサポート要員みたいな動きでの使用感はちょっと話していきたいかなというふうに思います。まあ実際はこのアストリッド自体にも、火力は期待したいところなんですけれども、
まあ、ちょっと育成間に合いそうにないんで、まあなんとかこのピックアップの期間中に、使用感動画出せたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、まあというところで、この動画が面白いと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。